はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、加害日拠点から続きやっていこう。前回は、なんだっけな、イジラだ。イジラのボスっぽいやつと会って、ウダムに続いてそのイジラとも、これから逃走しないといけないという、まあめんどくさいことになってきてるって感じで、どっかから叫び声するな。で、今回は、とりあえずイジラをほっといて、これ、行ってみよう、これ。ビッグダルワ砦。今回、今作初めての砦陥落を挑戦にしてみよう。場所が向こう。どういう感じの外観なのかがまださっぱりわかんないから。で、しかも、雪原の方だから、これ火つけた方がいいね。とりあえず付近まで行ってみよう。さあ、近づいてきてるよ。どんなところだ？ん？さらに上か、ここ。どっから上登ってくる？グラップルかな？もうちょっと周り行ってみよう。一旦降りるか。どうなってんだこれ。ちょっと袋読んでみよう。袋でちょっと上の方まで上がって、砦っぽくもないな。なんか頑丈な防壁で守られてるという場所でもない。場所でもないけど、どうやって上まで行けばいいんだこれ。あ、でも敵は多いな。袋がどうすぎる。なんかこの敵臭そう。探知できるだけ探知しよう。で、どうやって上に上がるかな。どっか上がれそうなとこ探そう。あった。で、次のポイントに。まだ上だね。まだ上だけど、正面からも行けるのか。ちょっと一回サーベルタイガー閉まっといて、まあだけど何人かを襲わせてっていうのはありだけど、とりあえずこののんきなやつをテイクダウンして後ろに連れていこう。はい、ちょっと失礼します。こっち行こうね。まずこいついいしょ。あれは警報器だね。警報敵と言うべきだろうか。こいつもテイクダウンできそうな気がするんだけど、見つかるのが怖い。テイクダウン。はい、こっち行こう。まずはね、端っこの方から見つからないようにどんどん引っ張ってこう。こんなところでもちょっと見つかるのが怖いな。絶対見つからないところにやっとこう。はい。はい。これで OK。あっちにも2人いる。硬いやつもいるな。硬いやつ今テイクダウン可能になってるのかな。1人小屋に入ってった。
こいつはいけそう。テイクダウン。バレないね、ここなら。奥に回るか。イメージしてた砦とは結構違ったな。だって普通の拠点っぽい。行けるね。ここいるんだ。動物がずっと鳴いてるってことは捕らえられてる動物いるな。一人 OK。あいつも倒して奈落の底にぶん投げておくのがいいな。はい、ここにいるヒョウを解放したら危なそうだから中に入っててもらおう。はい、いってらっしゃい。これ壊しておこう。こいつテイクダウンできんのかな。テイクダウン、ちょっと早めに担いで持ってこう。バレないように。高台にある利点だとこれだな。敵を奈落の底に。あー危ない危ない危ない。ぶん投げちゃえば死体を見つかる心配はない。待てよ、違うやつが移動してる。一回元の場所に戻ろう。あー マジかよ。こいつも投げとこう。はい、どんどん溜まってくな。これこいつテイクダウンできんのかな。できないな。ちょっとスキル確認しよう。あ、取得してない。できないんだやっぱり。取得しとけばよかったな。ならどうするか。見たところ防御硬いやつ2人いるからな。とりあえずこれ壊しとくか。ん？どうした？何に警戒してる？テイクダウン。担いでよー、じっくりやっていこう。よいしょ。どっか別の入り口あるのかな。これありそう。これ完全ステルスできたらポイント高いだろうな。ダー、あ、そうだ、ダーってやつがいるんだ。どうしようかな。ちょっと獣に暴れてもらうか一回。
とりあえずヒグマで。ダーってのはもしかしてこいつなのか。なんかこいつっぽいな。ぽい。まずこいつだ。様子を見よう。で、こいつ。オッケー。で、多分やられちゃうけど、こいつもやってみて。いけるか。ダメージは多少与えられるか。やられた。ん？待て。いつまいか敵近づいてた。テイクダウン。あー、見つかる。セーフ。下がろう。ダーってやつも一度倒せないといけないのか。とりあえずね、こいつらには今有効な手段がこれしかないな。蜂の爆弾。よし。あ、見つかった。 OK。 あとこいつだ。こいつにもこれだ。ダーを倒す。槍。あ、敵呼ばれた。ダーは倒した。上のあいつか。ほら、敵が呼ばれたってことはどっかから来る。来てる。OK。あ、結構呼び出されたな。OK。下がろう。あ、硬い。OK。痛い。回復。厄介だな、結構来てる。痛い。うわー、ちょっと待てよ。ボンボー。おら、硬い。痛い。下がる。あ、死ぬ。回復のダーは倒したんだけどな。凶暴化ナイフ。ほら、どうだ。凶暴化してるが、敵に向けたものではないのか。決してこらこら。よし、こらこら、勝てー。よし、倒した。あー、ステルスしたかったな。おう、
Ninja Dam Samguanta. Umas Krauhadan Dahadachai. Winja Dam Samheimas. Ulasrai.大丈夫かこんなやつ呼んで。牢屋に入れるんだ。かなり変わったやつだけど、とりあえずいいのか。村に加わったって言っていいのかこれ。村には加わった。経験値もゲット。あ、牢屋こんなとこにあるんだ。スキルゲット。さて、初めての取り手制圧がうまくいったかな。で、これだね。凶暴化爆弾。作る。同士打ちさせることができる。ダー持ってたんだね、じゃあこれ。持ってたけど、倒しちゃったから、実際に同士打ちしてるところは見れなかったな。スキル今2ポイント。ダーの小屋。村に引き入れる必要があるっていうけども。今、牢屋だしな。ま、小屋に関しては、とりあえずはいいんだね、まだ。北は比較的平和になった。さて、じゃあどうしようかな。ここ制圧するか。都市原拠点。じゃあ、ここに、ファーストトラベル。リワードスタッシュから資材を補給して、いや幻想的な光。あ、忘れた。ヒグマを生き返らすとこ。で、まあサベルタイガー呼ぼう。さて、じゃあ拠点制圧に行くぞ。ん？はーい。痛い。ほら。あ、結構痛い。回復して。あと 120m。かがり引きだっけこれ。拠点か。拠点だね。ここ上に登って。マンモスだ。降りるか。え、なんで気づいた。タイガーのせいか。しまっとっか。お、なんだなんだ。あー、ヒグマ。スピードブースト。寝てんのかもしかして。
寝てそう。動物に暴れさせたら多分起きるだろうな。起きるだろうけど、その方が楽だから。やっちゃおう。よし。まずは、こいつ。あれ違うやつ襲ってる。じゃあこいつでいいや。こいつ、こいつ、これ全滅か。これもしかして、あれ別のとこにもいた。あ、こん中建物になってんだ。固めの敵はいないっぽいな。待って、こいつやっちゃって。オッケー。こいつ、こいつたくさん出てきてるな。サーベルタイガー1匹でどんどんやるんじゃないのこれ。火炎瓶みたいなの持ってる。あ、中入ってた。まだ一人いる？年原拠点。なるほど、これ中身あるんだ。あ、声がする。いた。まだ敵がどんぐらい残ってるかが分かんないな。こっち来てる？テイクダウン。これで全部だ。オッケー。年原拠点確保。あ、ついついつい。あ、すごいな、ここ。住み心地良さそう。牢をねぎらう。さて、じゃあ今回はここまでしようかな。ここ出口どこだ。こっちだ。スキル溜まったから、これ、これアンロックしよう。これ絶対必要なやつだ。戦闘スキルもうちょっと欲しい。ここ確保した。こっちの方面、なんかマップの縁にちょっとずつ映ってるところの行き方はよくわからないけど、次回はこの人訪ねてみようかな。思想家ウルキ。誰だろう、この人。この人に会いに行ってみよう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。イズイラ・グワルウヤハ・ウロスタ